どうも、あいちです。今回は8月19、20に開催されるこちらの東京エデュケーションショーについて話していきます。このイベントを開催するに至った思いはね、動画の最後に話しますので、まず詳細わーって話していきます。話すんですけど、今回イベントの内容盛りだくさんすぎて無理です。全部は無理なので、私がこう話してる途中でもちょっと気になった方は概要欄からもリンク飛んでください。そこにいろんな情報、いろんなプログラムわーって書いてありますので、で申し込み方法とかもね、そこにありますので、もしね気になった方は動画の途中でも飛んでもらえたらと思います。それでは早速詳細話していくんですけど、この2日間は大きく分けて3つのプログラムからできています。一つ目が新しい公開研究会です。これは公開授業のイメージだと思ってください。公開研究会で、教育サミット教育若者会議です。まずは8月19日にある公開研究会の方なんですが、これは先ほども伝えたように、いろんな先生の実際の授業に参加したりとか見学をすることができるんです。今いくつかプログラムが表示されていると思うんですけども、対象学年が決まっていますので、その対象学年に該当する子どもたちは実際に参加できますし、教育関係者の方とか保護者の方で見学だけをしたいっていう方も OK です。でしかもですね、授業を受けた後に先生方と実際の意見交換会というか質問とかをすることもできますので、ものすごく有意義な時間を過ごすことができます。ちなみに元気先生のサイエンスライブだったりとか、クラレ先生が監修している舞台だったり、あと高田先生の生授業なんかもあります。なのでぜひね、興味ある方は申し込んでいただけたらと思います。そして2日目の8月20日、こちらで教育サミット、そして教育若者会議が開催されます。例えば教育サミットの方だと、今年の春に開校して話題になった早北学園の話だったりとか、エデュテインメントの話、教育 DX の話なんかをいろいろな目線から話を聞くことができます。そして教育若者会議の方では、20歳前後の若い方たちが活動しているそれぞれの話を聞くことができます。もし現時点で少しでも教育に興味ある方であれば、この2日間は間違いなく刺激的な時間になると思います。待って、俺が大学生の時だったらね、絶対参加するもん。いや、本当に羨ましいんだ。羨ましいんだよね。いいなって心から思う。そんな、もうワクワクが止まらない今から、そんなイベントになります。なので、気になる方は下に概要欄にフォームじゃないリンクありますので、そこから詳細見てみてください。ちなみに開催場所がですね、私、元気先生、高田先生、3人のね、母校でもある東京学芸大学小金井キャンパスで行われることとなりました。当日は武蔵小金井駅からバスも出る予定となっておりますので、その辺も、リンクの方からね、詳細確認してもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。最後に少しだけ私の思いを喋らせてください。この活動にしてもそうなんですが、私は一つ大事にしている思いがあります。それは教育で子どもたちに笑顔の瞬間をという思いです。で、例えば勉強とかやりたくねえなとか、特に勉強に苦手意識がある子だったりすると、まあ勉強とかテストってもう怒られるものみたいな負のね、感情にリンクしやすいんですよね。でも例えば苦手な勉強とかできなかった問題とかも努力してできるようになったらやっぱり嬉しいし、でそれで褒められたら笑顔になる瞬間が作れると思ってるんです。だからそのサポートがしたい、それをずっと思ってこの活動を続けてきました。で今回のイベントも実はそこに結構似た感情があって、先生方ってすごいんですよざっくりだけど、いや世の中にはいろんな先生がいるので全員とは言わないです。いやこれは個人的な意見ですよ、みんなの同意じゃないよ、俺の意見ですけど、全員じゃない。でももしかしたら、まあ、みんなが普段ね接してきた先生はもうクソだよみたいな風に思う方もいるかもしれない。でも世の中にはすげえ先生っているのよ。この先生の授業を受けてきたら人生変わったなって思うようなしてことをしてくれる先生がいるのよ。でも見に行けないじゃん。だからそういったすごい素敵な授業をしてくれる先生、そういった方たちの思いっていうのをぜひ伝えたい、みんなにつなげたかった。先生ってかっこいいじゃんって、先生ってすげえじゃんって、先生楽しそうに授業やってんだなって、その姿を見てほしい。でワクワクしてほしい、みんなにもワクワクしてほしいし、例えば教育をね、先生を目指してる、教育のこうこれから関わっていこうとしてる大学生とかにもワクワクしてほしい、先生方にもワクワクしてほしい、そんないい好循環をぜひ生み出したい。その場として今回第1回の東京エデュケーションショーというイベントをねやらせてもらう。しかもそれがね、教育のもうなんか重鎮じゃないけどっていう東京学芸大学の方たちが一緒にやりましょうって言ってくれて実現することとなりました。本当に
大きなイベントというかすごいイベントになると思ってます。まあ第1回からすごくなるかは分かんない。でもこれは続けていくから、続けていく中で絶対大きなムーブメントにしていくので、なのでその第1回目のこう証明者じゃないけどね、ぜひ生のこの現場で見に来てくれることを願っております。で、あとそうだ、最後にボランティアスタッフ、学生スタッフの方も募集してます。ただね、かなりもちょっと人数が埋まっちゃってて、あと 2,30 人ぐらいかな、しかも枠がないんですけど、もし興味ある方は下の概要欄の方からやってもらえると教育に熱い仲間ができると思います。すごいいいつながりができると思ってますので、もし興味ある方はね、そちらもぜひ申し込んでみてください。では本当にここまでご視聴いただきありがとうございました。8月19、20当日皆さんにお会いできることを心より楽しみにしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。